カップリングなんですよ、本当は。本当はって言いますか、あの悲しき瞳という、うん、実はその3人組で7月27日に、はい、ザッキングボーイズという、はい、まあね、まあ、グループ、はい、ユニットで、まあ、僕と、こちらに藤原宏さん、はい、こちらに北川雄二さんが、はい、おられるわけなんですけども、はい、3人で歌ってるわけなんですけども、はい、でそれを、まあ、あの渚のモンライトっていう曲を A 面で発売しまして、はい、でカップリングに、悲しい人々ですよね、はい、で、その楽曲を一人で、はい、この愛をつないでの CD にソロバージョンとして入れたんですよ。はい、キングボーイズの、いや実は見たら、確かにキングボーイズのカップリングが悲しき瞳になってて、こちら3人で歌ったんですよ、はい、で今回のは岩田さんが1人で、そうキングボーイズの場合は 3等分で歌ってますけど、はい、これは僕は1人で歌ってます、はい、で、まあ、今回ね、まあ、両方、まあ、ちょっとノリのいい歌謡曲で、まあ、歌謡曲で言いますけど、今から歌うのポップスかもわかんないですけどね、ちょっと昔の、まあ、懐かしい1960年代のまだ生まれてなかったんですけども、はい、それをまあ皆様に思い出していただこうという、うん、でもキングボーイズの時は岩手さんの歌う場所がコーナーとか決まってたわけでしょ。そう決まってるんですよ。ここに声出すね、はい、はい、で今回は全部一人で全部一人で歌ってるんですけど、詞全部覚えるしかねえべや。そうなんですよ、ね、いやいや、その前から覚えてるんですけどもあ、本当ね、あの、まあ 3人、はい、3人で歌う時って、はい、数知れてるんですね、はい、月に1回とか、はい、だから今度3人で歌うとき、うん、なんか1人で歌ってしまいそうな、そう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 そんな どの部分そうそうそう、全部覚えてるんですけども、あれどの部分が僕の部分やったあれどこだっけ、そうちょっ ちょっとあの今度あの10月2日に、うん、あまず9月25日に、中野ゼロホールで、ね、3人出ます、ね、ザッキングボーイズ、はい、VS タイですね、はい、佐田鏡ご一郎さん、はい、ご存知ですか、ね、